ちは、俺ちゃんです。高台です。6月8日土曜日のモトクロスビレッジの模様をお送りしますが、こちら、お昼の散水後になりますかね、散水後ですけれども、俺の嫌いな散水後ですけれども、ちゃんとこの日はコース整備がねブルで入ってたおかげで、散水後にしてはだいぶ俺が頑張れるような状況になっております。さあ早速バトルやっていこうかなと思うんですけど、前にいるのが YZ125231番さんと、その前にいるのが YZ25F の、例のあれですね、首の骨折れ太郎さんですね昨年の夏だったかな、首の骨折れ太郎さんになってしまい、その後無事復活されたということで、復活自体はもっと結構前にされたらしいんですけども、いろいろタイミングが俺が合わなかったみたいで、ちょっとなかなか出会うことはなかったんですけど、この日久々に首の骨折れ太郎さんがですね、復帰してから初めてコース上でお会いすることができました。復活おめでとうございます。まあ首の骨折れ太郎さんといえばですね、その前は、あれですよね、寝てないモーターズさんということでお呼びしておりましたけども、この日久々にお会いしたわけですけども、やっぱり寝てなかったということが伺っております。さあもう俺早速パッシングさせてもらいましたけど、いいね、俺いいね、俺あれ調子いいんじゃないか、わりかし。ああでもまあ全然諦めてないですね。寝てない、あーいっしゃー、危ないよ。寝てないけど全然諦めてませんね。この前日は仕事をし、今モトクロスをし、この日のあとまた夜勤があると、夜勤、モトクロス、夜勤と、俺とちょっと信じられないような、生活をしておりまして、なんですかね、本人は否定しておりましたけども、絶対にねちょっとね返しきれないようなやべえ借金があるんだと俺は勝手に思っておりますけども、さあ無事にあれだな、散水後なのに231番さんとさっきの寝てないモーターさん、2人とも俺はパッシングできてしまったな。もしかして俺今日調子いいのではなかろうか。調子いいな。実は午前中ね、なんか何回もなんか意図わけのわからないミスでなんか転倒とかして、あれ今日やべえんじゃねえかなと思ってたんですけども、あかんか、あかんか、あれ調子、あー MRP さんがあーおかしいな。さあ、心を入れ替えまして、こちらは散水後のあと2本目かな、今前走っているのは会長ですね、先ほどの231番さんと寝てないモータースさんと、この会長は実は同じ会社にお勤めでありまして、どうする、自分の会社にさ、あのモトクロスやってるやつが3人もいてさ、みんなでこうやって走りに来て、仲良すぎやろって話なんですけど、仲がいいっていうかね、本当に仲が良くて、あの寝てないモータースさんがね、この3人分のねお昼をいつもすげえ豪華なねお昼をね作ってるんですよ。この日はあの寝てないモータースさんが昼時になったら黒い T シャツと頭にその鉢巻きみたいなタオルを鉢巻きみたいに巻いて、ラーメンとあのなんだチャーハン作ってまして、ね、なんか中華料理屋さんみたいになってて、で3人で、ね、あのラーメンチャーハンセットみたいなのをね食べてましたね。うまそうでしたよね俺は一体何を見せられてるんだと思って、なんでここだけなんか中華寝てないモータースになって、もう中華料理屋なのに寝てないモータースっていう、もうわけのわからない状況になっておりましたね。そんなあー危ない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 、うーん、あー231番さん抜かれましたね。ちょっとじゃあ頑張って追いかけていこうかなと思いますけれども、さっきから調子がいいないいなと思ってるところで、なんかわけのわからないミスしてなんか転倒したりとかエンストしたりふらついたりするんですよ。ここのフープス前の左コーナーも最後あの全然なんかアウトにアウトにはらんじゃってて全然曲がれなかったんですね。あ97番順に来た、97番ジュニアが来ました。これはあれだぞ、俺君の相手できるほど今日すごい調子良くないぞ、下手すると俺すぐこけるぞ今
まあ、そんなわけで調子は悪いんですけども、なんか場合によってはでもちゃんと231番さんとかとは普通にいつも通りバトルができるということで、なんかよくわかんねえな、でもマシンの調子がおかしいな、パンクしてんのかな、それともフロントフォークから実はオイルが漏れててフォークがおかしくなってんのかなっていうのをね、ちょっといろいろチェックしたんですけど、転倒した時もさ、あのフロントフォークとかステムあたり歪んでねえかなとか、ちょっと組み直したりとかしてたんですよね。よくわかんないですね。さあこれ、231番さんをね、うまい具合にパッシングしましたね。前にいるライン、あー思ったラインと違った、俺の持ったラインだとあの KX の人をあのブロックにして、俺だけ前に出て231番さんをパッシングするという考えだったんですけど、難しいですね。中級枠はライダーが多いので、そういうこと、ああこれまた同じパターンや、よしやつ偶然また KX の人がうまい具合にブロックさせてくれましたね、ありがとうございます、ありがとうございます。231番さんね、あれよ、あのまだ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 ですよ、あの人はまだまだミドルクラスのライダーですから、私はジュニアね、ライダーとして頑張っていかなあかんというわけですけども、あーラインがトレースできておりません、わだちがトレースできない、このわだちが今日難しくてね、なんかねわだちっぽいラインが一応できてるんですけど、なんかねそれがなんか緩いんですよ、その砂のラインが崩れちゃうんですよ、なのでそこになんかねあのなんだ引っ掛けてトラクションかけるということがなかなかできなくて、なかなか難儀する、そんな状況でしたね、この日は一日。さあ97番ジュニアをね追っかけていきますけど、いつもだったらすぐいなくなるのに結構いますね、97番ジュニアに俺追いついていけてんのかな。この走行の後にちょっと話聞いたんですけど、まあ、今日は暑いからちょっと元気がないみたいなことを言ってたんですけど、なんか手を抜いてるわけではなかったらしくて、あれじゃあ俺やっぱりなんか調子自体は悪くないのかしらとか思いながらこのように追っかけているんですよね。さあ97番ジュニアの前に寝てないモータースさんがまたもや現れてまいりました。俺を待っていたんでしょうかね97番ジュニアをね追っかけながら、そうこのラインをねもっと俺うまく使えるようになりたいと思ってますけども、前回から97番ジュニアのラインとかね、アクセルの回路とかをちょっと真似させてもらいながら、97番、寝てないモータースさん軽くパスされてるやっぱり厳しいね、いや、 やっぱ早いんだよな。あでも2人でまだちょっとバチバチやってますね、俺もそこに入れていただきたい。この後のあれだな、インフィールドで混ざれるんじゃねえかな。ラップタイムは 58.02、 あもうちょいで57秒台じゃん、結構わりかしペースは悪くないかな。さあここで並べそうに、あちゃんとインを塞いできますね、寝てないモータースさんちゃんと塞いできます。まあこっからまだまだやっていける、あーはー2回目しかもまた後ろに MRP さんがいてごめんなさいごめんなさい。いやここねちょっと難しいんですよ、言い訳ですけど、ちょっとねちょっと本当今日の動画なんですけども、いつもはなんか昼の1本とか最後の1本とか本ごとにちょっと分けてるんですけど、結局今日はねなんかいいところで転倒してしまってペースが上がっていくとこけるんだよね。なんでそんなわけでちょっと1本1本がちょっと転倒してもうめげてしまって、ちょっとね正直本当にめげてます。あの全然うまく走ってるだなと思ったら急に調子が悪くなって、全然わけのわからんところで転倒して、多分今日ね今までのモトクロスビレッジの練習日の中で人生でトップ3に入るほど転倒してますね。転倒とかミスとかが本当に多くて、何が悪いのかねさっぱりわからんのですよね。なんかセッティングかなんかが意図せずおかしくなってるとか、なんかねいつもと違う状態になってるんじゃねえかなと思うんですけど、なんかそう思うと前回ねちょっと一回なんかやっぱりいつもとは全然わけのわからんと、ああまだ97番ジュニアがいるし、なんだったらその前に KTM のジュニアキズ、ジュニアじゃねえやキズがいるわ、ガキどもめ
俺これ実は最後の一本なんですけど、最後の一本になるとキーズにめちゃくそ俺絡まれます。まあ、最後の一本が俺が一番元気だってのを知ってるから、それでね、まあ絡んでくるんですけど、この日ちょっと砂ぼこりがひどくて、最後の一本もねちょっと頑張ろうと思ったんですけど、前が見えなくてちょっとねめげちゃいましたね。そう、マシンのさ調子がなんかおかしいなって時に視界も悪いってなるとなかなか頑張って、エンストこいた、なんかこの日はエンストとか転倒とかふらつきがとことん多かったですね。なんでだろうね、わけがわからんのですよ、というふうにこの日は僕は思っていました。で、翌日実は走る予定じゃなかったんですけど、いろいろあって、実はこの翌日俺はモトクロスビレッジに来てあることをすることで、そのこの不調の原因を突き止めることに成功しました。突き止める気はなかったんですけど、突き止まりました。いやー、おかげでそれからねバチクソ調、びっくりしたよ。TM の人だよ、一番最後の枠で TM の人に絡まえたっていうか、すげえ勢いだったよ、びっくりした。まあでも今日はなんかすごい勢いで走ってくる、全然待っててくれる様子ない、すげえ速い、すぐいなくなっちゃった。いなくなったな。まあそんなわけで、原因はこれで分かったということで、ちょっとねこの翌日私は非常に気持ちよく走れる事態に陥るというか、走れるようになります。何が悪かったかはこの次の動画で明かしますので、どうぞ皆さんお楽しみにしていてください。ヒントを置いときます。ヒントはタイヤです。答えじゃねえかって話ですけど、まあ詳しくはまた次回。それではお疲れ様でした。この動画がすごく良かったって思ったら、動画右下のサンクスボタンから投げ銭で応援をなしゃす。